新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るっています。欧米の例から試算すると、わずか2週間で感染者数が今の30倍以上に跳ね上がります。そうなれば感染のスピードを極力抑えながらピークを後ろ倒ししていくとの我々の戦略が一気に崩れることとなります。爆発的な感染拡大が発生していたとしても、すぐには察知することができません。2週間経って数字となって現れたときには、患者の増加スピードはもはや制御できないほどになってしまっている。これがこの感染症の最も恐ろしいところであり、私たちはこの恐ろしい敵と不屈の覚悟で戦い続け抜かなければならないのです。オーバーシュートが発生した欧米各国では、都市を封鎖したり、強制的な外出禁止、生活必需品以外の店舗封鎖など、強硬な措置を講じざるを得なくなっています。現在、大変ご不便をおかけをしていますが、それは一層厳しいこのような強硬措置を回避するためのものであることを、まずご理解いただきたいと思います。この戦いは、長期戦を覚悟していただく必要がある。そのことを率直に申し上げ、感染拡大の防止に引き続き国民の皆様のご協力を賜りますようお願いいたします。有志だけじゃなく、皆さんにこの困難を乗り越えていただくために、新しい給付金制度を用意いたします。リーマンショック時の経済対策を上回るかつてない規模の対策を取りまとめてまいります。人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として、国民の皆様と共に来年のオリンピック・パラリンピックを必ずや成功させていきたい。そう考えています。まず、昨日来年度予算が成立をしました。まずはですね、その中の26兆円の事業規模のですね、経済対策を一日も早く執行していきたいと考えています。今後10日程度のうちに取りまとめ、速やかに国会に提出したいと考えています。今まさにスピードが求められていると思います。そういう観点からですね、相当大変ではありますが、10日程度のうちに取りまとめて、そして速やかに国会に提出をしたいと考えています。今の段階においてはですね、緊急事態宣言ではありませんが、この状況というのはまさにぎりぎり持ちこたえているということでありまして、この瀬戸際の状況が続いていると認識をしています。で、給付金、現金の給付を行います。これは、収入が減っている方々、もそうなんですが、最初に申し上げましたように、中小小規模事業者の皆さんや個人事業主の方々も、いわば経営を継続していく上において考えていきたいと、こう思っています。そこで、国民みんなに給付を行うかどうかということでありますが、ターゲットをある程度置いて思い切った給付を行っていくべきなんだろうなというふうに考えております。オリンピックを開催するためには、日本だけがそういう状況になっていればいいということではなくて、まさに世界がそういう状況になっていかなければならないわけであります。そこで先般の G7 や G20 でも強く主張したところでありますが、まずは治療薬とワクチンの開発に全力を挙げるべきだ。やっぱそういうものがこの出てくることによってですね、ある程度収束に向かって目処を立たしていきたいと、こう思っているところであります。もう一度ですね、再開をする前に
冒頭申し上げましたが、専門家の皆様に、ご理論をいただきたい。ですから、またご理論をいただく段階は、今と同じとは限らないわけであります。ですから、その段階でまたご判断をいただきたいと思いますし、この地域によってですね、都市部とそうではない地域、今、東京は大変厳しい状況になってますが、まだ感染者が出ていない地域もありますので、そういうところについてどうするかということ等も踏まえながら、専門家の皆様のご判断を仰ぎたい。とりあえずはまず、一斉休校ということについては、今度はですね、今申し上げましたような方向でですね、再開に向けてまずは準備を進めていただく。その上で専門家の皆様からご判断を、ご提言をいただき、判断をしていきたいと思っています。